よし、やっていきましょう。リプレイっていうフリーホラーゲームをやっていきたいと思います。で、ゲームのページによると、長くて忙しい一日を終えて家に帰る途中でこの古そうなゲームを見つけました。面白そうなのでそれ持ち帰りました。操作がシンプルであることがすぐにわかります。 A と D で左右に移動し、スペースバーでジャンプしてドアを使用します。そしてコンピューターのマウスを使って部屋を見回してください。夜にゲームをすることにしました。ということで、まあなんかファミコンっぽいゲームを見つけたんだけど、それをプレイするとみたいな、そういう感じのホラーゲーム、なんかね、ショートホラーっぽい感じのゲームだと思うんで、サクッとねやっちゃいたいと思います。では行きましょう。スタート。あー、始まった。もうゲームで、ジャンプね。はーい。これだけで、右のちょっと怖いこれ何、ポスターかなんかで、行きます。はみ込んだ。お、ほーい。で、これで、あ、見れんの？誰かいる？あ、こういう感じ。あー、ジョイスティック当たりか？これ何？こういうこと？あ、誰かいる？誰かいんの？で、行きます。あ、誰かいる。これ大丈夫？これ出しとかないもんね。これは入れたりできないか。よし、ちょっと。おい。うまい？あれ？これダメだ。6コイン？あ、ダメだ。もっと探さないといけない。どこにあんの、コイン。どこよ。コインないよ。あ、入れるじゃん。あ、これ、家の中入れるんだ。あ、じゃあ入れるんだ。じゃあちょっと戻る。最初からリトライ。ここで、スペースバー。あったわ、あったあった。はいはいはい、オッケーオッケー。ゲーム内ゲームだよ、これ。はい。バイバイ。じゃあ、はい。ピッ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 。あ、で、ゲームクリアじゃない？簡単。レベルスタート。オッケー。で、次。パン、あ、女性。はーい。おお、びっくりしたー。これは、リアルな方？暗くて見えない。いきます。音楽なくなったんだけど。これ大丈夫？これコイン3個。よいしょと。簡単。こう、入るよ。あ、危ねえ。こう？よいしょと。あー、ちょっと待って。これ、むずいんじゃない？オッケーオッケー。これ戻るのむずい。何？誰かいる？本棚？本落ちた？本落ちた？大丈夫？あ、誰かいる。もしもし。はーい。喋れたりはできないんだ。入ろう。あ、テレビある。あれ？これあのテレビじゃないか？違う？おい！誰かいる。行きましょう。あのポスターがちょっと怖いんだよな。 BGM ちょっと一段下がったぞ。8、 OK。 レベルスタート。不穏な空気になって回りましたよ。この家は？あ、いっぱいある。コイン。なんで開いたの？
なんかリアルの方で変な BGM 聞こえるんだけど。え、で、どうして入れないの？コインは？こっちのコイン欲しい。こう？あ、なになになに？今誰かいた？ドアが開いてんのが気になる。発行。BGM もないよ。あー、なんで、あ、びっくりした。どうして急に家に入ったの？あ、え、なんか別のとこ行ったんだけど、なんでワープしたの？あ、え、来るぞ、消えたんだけど。今の誰？あー、で、いつまいか戻ってる。すげえ、このファミコンゲームが現実とリンクしてる。あ、入れない。うわ、え、これ誰を操作してんの？主人公追っかけてんのか？入れない。うわー、ちょっとこれノイズが。いない。これ誰？これ誰なの？さっきの人？いや、いる。え、いるのか？あ、いる。いや、これは普通の夫婦。現実とリンクしてる。やべえ、ファミコンゲームを手に入れてしまった。来てる。あー、で、隣の部屋？来るか、これ。来てる。来てるぞ。来てる。俺が動かしてんだけど。来てる。あ、うわー、来てる。リプレイ。え？リペイ？あー、すごい面白かった。いや、これはすごいぞ。サンキューフォープレイング。すげえ、現実とリンクしてた。やべえ、ファミコン手に入れた。あー、終わった。いや、面白かったこれ。でもやべえ、ゲーム内ゲームだけど現実とリンクしてる感じ。短いけどさ、この題材が面白いよね。え、で、リペイ。ちょっと待って。報いるってことか。L が消えたもんね。そういうこと？はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。もしこの動画が良かったと思ったら、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録、そして、たくさんのコメントお待ちしております。このゲームのダウンロードは、下の概要欄、説明欄に URL が載ってるんで、皆さんもダウンロードして遊んでみてください。それでまた別のホラーゲームでお会いしましょう。では。